どうも、えー、文筆家クリエイター、アーティスト、ロックミュージシャン、ライブ配信者、のダビデです。異端児マルチクリエイターというものを称してですね、我が道を行く、他にはないようなね、えー、従来の人にはないような我が道を行く活動をしてますので、よろしくお願いします。で、今回はね、文筆家としてですね、自分が物書きとしていろんな喋っていきたいということが結構あって、それに対して言ってる動画のし、まあ、シリーズっていうかなんですけど、最近のその、まあ、女の承認欲求、まあ、女のその承認欲求っていうのが、俺も理解できないところ結構あって、 でまあ、男だからなのか自分の世代からのせいなのか自分の個人のお話なのかちょっと定かじゃないところがあるんだけれどもあのー、なんていうかななんか結構大人の子ってそれにしインスタとか、まあ、最近よく TikTok だねね TikTok で、まあ、ダンスしたりとか結構可愛い格好とかちょっと際どい格好したりとか狙ってるのとかあると思うんですよで結構若い子とかもやってると思うんだけどそれって何になるのかなっていうのはあるんですよで男の場合っていうか自分の場合は じゃあその TikTok にじゃあ「わーかっこいい」とかって言われたとして何のためにやってるかっていうとまあ女にモテたいとか金を稼ぎたいとか何か自分の PR をしたいとかそういう目的なんですよねで現にあんまりその男の子とかの TikTok とかってやっぱり逆にそのモテたい感じが出てるじゃないですかまあ全員がそうと言わないけどなんか面白いことをやってみんなに見てほしいっていう。 パターンもあるんだけど自分の何かを知って歌とかしてねあの面白いネタとかを知ってほしいってパターンもあるんだけど、まあ、基本的に男の子がダンスしてみんなからかっこいいですねって言われてそれで満足ってパターンあんまないと思うんですよ一方で女の子ってなんか結構際どい格好とかしたりとかしてダンスとか可愛いって言われてるのに逆にそのメッセージとか来て僕あのそういう出会いみたいのはあの基本的に遠慮しますみたいな。ちょっとねねそう不思議なんですよ、ね うん、男の場合って結構目的があって行動があるんでねだからあのそれが別にお金とか、まあ、お金稼ぎたいからやるとか、まあ、お金じゃなくてもあのかっこいいと思われたいでかっこいいと思われた,った先にも女にモテるとかねそういうのがあるんですよ。逆に、まあ、女にに女モテるまで目的にしてなくても 女の人かららたたくさんメッセージ来まあそれ男と女で違うのはあると思うんだけどなんか女の子って単純に何て言うの何か自分の才能を見せるわけでもなく単になんかちょっと自分のこう可いいっていうまあ女であれば、まあ、一応平男の本能として平均以下であっても、まあ、ある程度体を見せればまあ注目っていうか見ちゃうんで,で逆にその平均以上であればまあ評価を得られるわけですよ基本的にはね。と言っても別に。 何かが特別にすごい評価得エロいじゃないけどまあいいね数とかはまあそ,の増えそこそこいくわけですよでそれをして満足すんのかなっていうでそれでなんかすげえかっこいい男を見つけたいとかすげえあのー、なんか、えー、ハイスペックの男を見つけたいとかもしくは男とやりまくりたいとかねだと分かるけれどもそういうのでもないらしいんだよね特に若い子とかなんかそんなあの営利目的でもなまあなんかねその自分の何か PR したりとか芸能の卵とかやってるとかそういうのは分かるんですけど 結構自分の顔とか晒して、まあある意味、際どい、こう、恥、ある種の黒歴史、恥みたいなね、うーん、の、まあまだ若いからあんま感じないのかもしれないけど、それをリスクというか、そういうのを晒しながら、で、特にこう、わざ,わざわざ時間もかけて、何かを生産的なものを生み出すわけでもなく、かといって、それに対してその評価が欲しい、何かがその後になんかバックが欲しいわけでもないっていう、その、女の承認欲求ってよくわかんないなと思うんですね。 でまあ、欲求自体は男の方がすごいと思われたいとか、あのー、そのどっちかっていうとこう、まあ、最近は変わってきたけど、まあ、そもそも人類のねあの起源的に男は結果をのマンモス時代時代から男は結果を残して誰よりも抜きに出てっていうその分それで評価を得てそしてなんか多くの,あのバッグがあるっていうのが男の文化だったしで一方で女の人はなかなかこう。 成果が上がるような作業が少ないから仲良くしたりとか自分の美貌を磨いてその権力者の男とくっついての一緒にこう幸せに暮らしていくっていう残っていくっていうパターンが多かったんでむしろ男の方が承認欲求があ,のあ,ってあるし今でも男の子の方が俺見て見て見てっていう子供のことがあると思うしあの男の方がね結構あると思うんですよ俺すげえだろすげえだろっていうね結構女に自慢する男もいるしうんって思うんですけどただその男の場合はこう 原理原則があって目的と本能と目的とあのや,やりたいことと何が得,が得られるかっていうのがあるし単純に趣味で男プラモデルとか車とかもうあれもまあいろいろ公開するけどあれは自分が作った功績あれもあるし自分が功績を見せたいんですよ自分が功績を見せたいんですよあと筋肉とかも自分の功績を見せたいんですよねでちょっと特にこうなんか何て言うな まあ女の人の美容に気を使ってるからそう見せたいのかもしれないけど、特にこう、なんかふわっと可愛い自分じゃなくて、俺はこんだけやったんだっていうのを男見せたいんだけど、女の子はそういうんじゃなくてなんか見てほしいっていう、その感覚が俺に行くわかんないよ。 既存手法にとらわれない我が道を行く異端児クリエイターとして執筆業、動画、ライブ配信、音楽など他にはない活動をしております。登録者数1000人を目指しておりますので清き,き1登録を。